かった金メダル、最後の最後でこの宗田康之無差別で取りました。宗田康之が金メダル獲得です。ずっとこの4日間この最終日を迎えるまでどのような気持ちでしたか？そうですね、とりあえずはもう自分の柔道をやるだけを考えて、はい、いろいろ、まあ、初日のケイジと小瀬先輩にすごくやっぱり期待がかかっていると思ってたんですけど、まあ、2人とも負けてしまって、もうケイジとは本当にもう帰ってきて負けたっていう話を聞いて、クソって自分もなんか自分のことのように思ってしまったので、あとはやっぱり最後まで代表争いしてた高井のためにも、はい、勝ててよかったと思います。最終日の最後の一戦まで日本が男子一つも金メダルがない状況というのはプレッシャーでしたか、それとも俺がやってやるというそういう力に変えたんですか？いや特にもう何も考えず、はい、まあとりあえずはもう思い切りやろうっていう考えのみでしたね。とりあえずはもう自分が負けてしまったらやっぱり日本柔道が負けっていうふうに思われるかもしれないんですけど、多分逆にそう考えてしまうとプレッシャーがすごくかかると思うので、もうとりあえずは自分の柔道だけやろうっていうふうに考えて今日は試合に臨みました。